メイコです。フィアナだぞ。さて今日もビックリマンの話をしたいと思います。今日は何を話す？今回はこちらです。今年の裏ビックリマンを改めて予想する。こちらをやっていきたい。今年はどうなるのだ？まずこれまでも何度か説明していますが、初見さんのために裏ビックリマンとは何かを説明いたしますね。ご存知の方は飛ばしていただいて結構です。裏ビックリマンとはですね、4月1日のビックリマンの日に対抗して、その半年後の10月1日を裏ビックリマンの日としたところから始まります。この10月1日にイオン限定で裏ビックリマンが発売され、それ以来毎年イオン限定のビックリマンが出ているのですが、そのことを指して裏ビックリマンと呼んでいると、厳密に言うと本段のスピンオフものだけを裏ビックリマンと呼ぶべきだとは思うのですが、まあでも界隈ではコラボものも含めて通称としてそう呼んでいる人がほとんどですね。で、今年もやるのか？やるのはほぼ確実だと思う。なんだかんだと毎年イオン限定のビックリマンを出しているからね。今年も出すことは予想されます。問題はその中身なわけよ。なるほど。今年は36弾が出たし、本弾のスピンオフ系の裏ビックリマンが出るだろうと。しかも天使が悪魔になっちゃったをやったわけだから、今年は悪魔が天使になっちゃったをやるだろうと思っていたわけよ。だけどホテルに取られたな。そうなのよ、ホテルに取られたのよね。だからやるとしても悪魔が天使には多分やらないと思うのよね。やらんのか？前にも言ったけど、ホテルの方に人気悪魔を持っていくと思うのよ。サタンマリアとかネロとかブラックゼウスとかね。そうなるとイオン限定版にそれらの悪魔は使えないでしょうしね。イオン限定版にも入るとなればホテルに泊まった人は激怒すると思うし、やるとしたらそれらのキャラを抜かしたものにするしかないだろうけど、そうなるとイオン限定版の商品の魅力はなくなるから売り上げには影響するだろうしね。つまりはやらんのか？悪魔が天使になっちゃったをやる可能性は低いと思う。だから本段系のスピンオフをやるとするなら、新しいシリーズものが来ると考えるのが妥当かなと。何が来るのだ？それは全く予想つきません。あいつらがヘッドになっちゃったとかじゃないの？天使とかお守りとかがヘッド化するとか、そんなのやったら面白いとは思うけどね。なるほど。あとはせっかくトランスフォーマーやゾイドとコラボしたのだから、それの箱を出す可能性もあるかもね。あるのか？契約次第ね。だけどこうなってくると一番可能性が強いのはやっぱり普通にコラボものをやるんじゃないのとは思うんだけどね。そうなのか？その方が無難というか、アイディアがないのならそれやった方が楽といえば楽だからね。交渉は難しいだろうけどね。スパイファミリーとかチェーンソーマンが出るのではと予想してるけどね。今はだいぶ人気が落ち着いた感じだけど、その時にまた盛り上がっていれば出す可能性はあるのではないかと。なるほどな。とにかく何でもいいから裏ビックリマンは今年出してほしいかな。せっかく本段を出したわけだしさ、裏も欲しいからね。頼むよロッテさん。ロッテよ、出してやれ。